あんだよな。めっちゃ休憩利用してって、お、利用した利用した、あ、めちゃくちゃ。私は2時間一人で喋る女ですよ。30分ごときでね、30分ごときで私はくたばらんよ。イエーイ、よし。あと30秒です。30秒したら、30分になったらやりたいと思っております。きょうちゃんから伝言よろしく言っといてくれる。了解っす。はい、あと10秒ですね。はい、ラジオするぜ、収録放送、いえいえ、なんでもうね、こうやってやってる間に2人帰ったからね、すいません。はい、じゃあ、オープニング流しますね。2、1。こんばんは。7月7日木曜日、8時になりました。ガトリングラジオでございます。今週もよろしくお願いいたします。なんですけれども、今日は収録放送になっております。なんと私はですね、7月1日から7月10日までちょっと東京に行く用事ができましたので、東京で、やらかそうかなと思っております。そして、収録放送なんですけれども、ツイキャスは、なぜか今配信しているので、ツイキャスのコメントを読んだりっていうのはあると思います。リアルタイムでツイキャスを放送はしていないので、今流れている方はですね、今ラジオの方で流れている音源の方では、ツイキャス流れてない、リアルタイムで私は今 FM ギノアにいないから、そこだけはよろしくって感じですね。基本的にですね、今日のトークテーマはほぼ決めてないんですけど、7月7日だから、多分七夕の話を多分しないといけないって。でもみんなが七夕の話してる中でさ、私も七夕の話をするってことはさ、基本的にさ、かぶりまくるからさ、いらなくないって思うんだよね。私だって本当はさ、ひな祭りの話したいもんだったら、なんか七夕とひな祭りってちょっと似てないってところあるよね。似てるよね。って感じで、今私はですね、東京にいて、東京のどこにいるのか知らないんですけれども、一応多分実家にいるかもしれないですね。実家にいる可能性があります、私は。で、私の一応東京での決まっている予定としては、ディズニーランドに行く、でディズニーシーに行く、寄生虫博物館に行く、でこの前の放送で気になったボタン博物館、もしくは河原割とかに行っている可能性があります。はい、この辺はですね、またツイッターで何をしているのかっていうリアルタイムで見ていただければなと思います、その辺はね。はい、というわけで、ツイキャスの方でコメント来ております。ゲンさん、お疲れかな。お疲れっす。カンバイさん、七夕ってですけど、本当に七夕ですね。7月7日に七夕ってめっちゃ面白いな、本当に。リアルタイムでさ、七夕でラジオで被ったことあったかな。まあでも全然さ、覚えてない。まあ7年、8年ぐらいラジオやってるから、7年ラジオやってるから、ちょっと全然覚えてないんですけど、でも、リアルタイムで、まあ言うたら来週私の誕生日なんですよ。7月14日が私の誕生日で、28歳になるんですけど、誕生日がラジオで被ったことがないから、多分七夕も被ったことないと思います。私の誕生日の1週間前が七夕だから、多分誕生日で被ってないってことは、多分七夕で被ってないと思うので、はい。源さん、私が今東京で何をしているか、飲み歩いてるに1票。言うてね、私お店以外で、お仕事以外で基本あんま飲まないから。そう、ウーロン茶で全然ことをなす女だからね。ことをなす女ってなんだ、どういうことだ。まあ基本的にお酒をガンガン飲んだりとかしない人間ですって話ですね。一人だったら特に、本当にマジで飲まない。ちょっと飲むぐらい、本当にその飲み歩いとかしないですね。なんてよ。あ、ひふみさんがコメントの方でですね、誕生日をですね、来週誕生日なんですけれども、私浦添市八布にあるアニソンバー、アニバコっていうところで夜働いていて、まあ、アニソンバーなので、まあ、そこでワイワイ言って歌ったりとかいろいろしてるんですけれども、そこでですね、私の誕生日7月14日の2日後、7月16日、土曜日にですね、私の生誕祭をそちらでお店でやってくださることになって、だからそれを今告知結構してるんですけれども、もう人が来なかったらどうしようみたいな不安がいっぱいあるんですけれども
こと足りるかな。あ、なるほどね、お酒じゃなくてもこと足りるかな。なぎすけさん、なぎすけさん、はじめまして、こんばんは。ツイキャスコメントの方でよろしくお願いします。今はですね、7月7日の、収録放送を今やっておりまして、今は収録でございますので、今ラジオカーラジオだったりとかで聞いている方はですね、私はここの場にいないと思ってください。ツイキャスでやっておりません。公開の収録放送になっておりますので、そこらで把握していただければなと思います。先ほどですね、 何言ってるか分かんなかったんですけど、私の中でね、お酒じゃなくてもこと足りるっていうのが一番しっくりきますね。はい。来週ですね、28歳になる、綿貫かなでございますけれどもね、日本語が不自由なところがありますので、よければよろしくお願いします。それをですね、会話のスピードでごまかして、来ておりますけれどもね、私の来週、誕生日だから誕生日の抱負とかも言いますけれども、七夕にね、願いを込めればいいんじゃないかなと思います。七夕ですから、ほら、お願い事を書くとしてね、しましょう。28歳になったらちょっとずつ女を出していかないとダメになっちゃうから、よかったらそこを補助していただけると嬉しいですっていうお願い事を書きましたので、はい、今書いた OKOK、頑張っていこうかなと思います。28歳って言ったらさ、本当に結構大人の女性だと自分で認識しているからさ。そう、長谷川さんが言ってます。そうか、かなも28歳か、遠い目って。なんで遠い目や、意外とほら、だって待って、もうやばいな、21ぐらいでこの業界に入ったからさ、はい、社員だけど、うーわ、でも気持ち的には24歳だよ、気持ち、イエーイみたいな、いやいや24歳、イエーイみたいな感じ。そうそうそう、へい、収録の皆さん、こんばんは、沖縄大好きさんが来ました。はい、収録中でございます。オープニングトークを今しております。収録でのオープニングトークです。28歳近、割と同い年、いや知ってるわ、沖縄大好きさんが私と同い年だっていうのはこの前知ってるんですよ。この前FM 小座でね、沖縄大好きさんが来てくれて、その時に私と大好きさんが誕生日じゃないや、なんか年齢が同じだということに把握気づきまして、ビビったっていう話がありますけど、まさかのみたいな。でもなんか年齢が近い人ってあんま私の周りにないから嬉しいですね。武蔵さん、カンナさん、おかえりなさい、おかえり。長谷川さん、21歳ぐらいの時かなって初めて見たの。そう、遠い目してるけどさ、21歳の頃にこういう業界のお店じゃないし、お仕事を始めたので、ラジオとかも確か21からぐらいから始めてるのかな。だから7年目になるのか、うわ、7年8年目に到達するのか、うわ。いっくんばんなちゃん、はい、初めましてじゃありません。もう何回も見てる私、あなたのこと全然言っちゃうじゃん、初めましてってすぐ言っちゃうかな、癖かな。初めまして。ひふみさん、すぐ50になっていくぞ、やめて、そういうこと言わないの。琴音さん、27歳の時に初めて見た気がします。もう最近やん。でもあれですよ、本当に今年もいろいろありましたけど、誕生日の日に言えよ、これは誕生日の日にこれを言わないといけない。なんで7月7日に私誕生日の話してんの。今日は7月7日、そう、七夕の日でございます。皆様、七夕に何を願いたいですかって話をしましょうかね。みんなに聞いてやるよ、私がコメント読んでやるよ、へへ。沖縄ですさん、仕事始めの頃にカーナーを知って話すようになったのは最近から。あ、そうなんですね。あ、そうなの、知らなかった。なぎすけさん、服がシースルーで色っぽい。はてなつけるな、聞くな。あ、そうですよ、私色っぽいでしょって言えないでしょ、自分で言ってもらわないと、あちら側から言ってもらわないと、私そうなんですよ、色っぽいでしょって言えないでしょ。色っぽいねって言われたいわけでもないけどさ、自分からそうなんですよ、色っぽいんですよって言えないじゃん、はてなつけないでよっていう感じで喋る人ですね。よかったらツイッターもフォローしてください。1095名まで行ったんですけど、どんどんフォロワーが減って今1088名になっちゃったんですよ。マジは本当にツヤっぽい、 ありがとうございます。28歳ですからね、セクシー、ありがとうございます。セクシー21入りました、ありがとうございます。そう、28歳になったらもうなんか気持ち的にね、前までは可愛いとかさ、綺麗とか、そういう褒め言葉を拒絶しまくってたんですよ。いや、やめてくださいみたいな、なんかこう、なんつうんだろうな、コメディキャラにめちゃくちゃ行こうとしてたんだけど、そのせいで結構やりづらくなっちゃったりとかさ、このやっぱ悲しい思いをしたりとかいっぱいあったから、だからちょっと28歳を節目に、まあ、ちょっとキャラクターを無理にこう 無理しないで、この素の状態でなんかキャラクターを作りすぎないようにしようかなと思っていますね。ヤモリがいます、可愛いですね。よし可愛いぞ、よし可愛いぞって何、よし可愛いぞ、ありがとう可愛いぞ、カンパチさん可愛いぞ、色っぽいカーナーで頑張りたいと思います。イックンさん、キャラ崩壊、そうキャラ崩壊していこうかなと思ってますね。まあ
なんかそんながっつり変えるうふんとか言ったりしませんよ。なんか あらやだ皆様ガトリングラジオでございます、今日もよろしくお願いいたしますとかやらないけど、よろしくお願いしますみたいな、節々に節々にちょっとこのやっぱり28歳のですね、このあれにしようかなと思って、なんか無理にそのお笑いキャライエーイっていうのを作らないようにしようっていう風に思ったっていう感じですね。なのでもうちょっとキャラ編が出てくるかと思うんですけれども、その辺はねちょっと あいつ今素になってるんだなみたいなことで見ていただければなと思いますので、来週からですね28歳になりますけれども、その時にまたよろしくお願いします。たけしさんこんばんは。この後パリピの仕事ですか？いえいえ、パリピの仕事は今日はありませんよ。ただあの今日はですね、収録放送だからちょっとごちゃごちゃするんですけれど、ごめんなさいね。この収録をしているのが、6月の23日なんですけど、日付の話とか出すとちょっとごちゃごちゃするんですけど、まあ、先々週ですね、この放送がやってる先々週は、私の職場の方でハリポタイベントっていうのがあって、そのハリポタのローブ着てみんなでこう杖うんたらかんたらしてって言って、で金城大河からあのきんぴらごぼうの金城大河から杖を借りるっていうことをしてるんですけどそれでハリポタイベントをやるので、今日収録終わったらちょっとそっちちょっと顔出そうかなっていうのは思っておりますね。そう、異例の日に収録してるんですよ。そうで7月7日に放送って感じですね。はい、ありがとうございます。そう、沖縄大輔さん知ってるでしょ、きんぴらの大河。そうそう、友達だからね。でちなみに皆様のですね、今日七夕のお願い事ですね、7月7日だからドラゴンボールをこの日に7つ集めなきゃいけないのか。いやいやいや、七夕だからほら、もう呼ばんくていいよ、呼ばんくていいよ。え、待って、名前なんだっけ、七夕じゃなくてあのなんだっけ、ドラゴン、忘れちゃった、名前忘れちゃった。この前ドラゴンボールの映画見に行ったんですけど、確かなんかシュルシュルみたいな感じだった。ごめん、漢字読めないからちょっとひらがなで送って。あ、そう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 、シェンロン。そう、あ、みんなシェンロンって言ってる。すごい、みんなドラゴンボール好きじゃん私最近ピッコロがちょっと気になってますね。やばい、あと15分しかない一回ちょっとCM 挟みたいかなと思っております。いや、それでね、先ほどですね、私の職場の話が出たんですけれども、まあ、スポンサーでやっていただいているので、アニバコの CM も流れます。で、私がですね、文言作って、自分で編集して、自分で声を当ててっていう風にね、CM 作っているので、よかったらですね、聞いていただければなと思います。もちろん他の CM もですね、面白いので、面白いって本気じゃないけど、ミリシリでも、シェンロンも分かる。ごめんなさい、すいませんでした、すいませんでした。で、ガトリングラジオで あのお願いの CM もあったりするので、よかったらですね、そちらの CM 聞いていただければなと思います。まあ、また後で話しましょう。一回ちょっと CM 流しましょうね。はい、流します。ヤフソ通りにアニソンバーができたの知ってる？アニバコって名前のオタク女子、コスプレ女子、オタクすぎるオーナーと趣味の話で盛り上がれるお店。毎日20時から深夜2時まで営業中。オタク話に花咲かせたいそこのあなた、アニバコにレッツラゴー。 NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。お知らせがございます。ガトリングラジオでは現在スポンサー様を募集しております。いや、大募集しております。スポンサーになってくださった暁には、毎週あなたのお名前、そしてあなたへの感謝を時間が許す限り綿抜きがささやきます。詳しくはツイッターのダイレクトメッセージ、ツイッターのリプライなどで綿抜きにご連絡ください。ツイッターばっかりですね。よければツイッターもフォローしてね。よろしく。はですね、収録放送なので言うとごま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 すると思うので言わないでおきます。皆さんの時計をですね、見ていただいて今の時刻を把握していただければなと思います。残すことあと12分半ぐらいですかね、この段階でございます。はい、
はい、今日は7月7日、七夕でございますけれども、皆さんのですね、あの七夕で願い事を書きたいもの、よければですね、ツイキャスの方でお募集しております。沖縄デスクさんからいただいております。さあ、これはあれ、懺悔したいって言ってるのはこれは夢違うか。もう一つ書くなら、ラジオ体操第一章を広めたいって言ってるんですけど、本当に本当に言ってる、本当に言ってるの、私知らないけどね。そう、真面目に書くなら、真面目に書くんじゃ、億万長者はやってんな、やってんな、27歳、やってるな27歳。あ、ゆりばさん、和骨和骨です。源さん、切実に沖縄県民になりたい。源さんな、岡山遠いもんね。私も岡山行くって機会あんまないからさね。沖縄好きさん、いやいや、それほどでも、いや、何褒めてないやし、もう全然。はい、このラジオはですね、沖縄で役者とかタレントとかナレーターをやっている渡辺香菜がですね、一人で喋り散らかすという番組でございます。ちなみに今日はですね、7月7日分の収録を公開でやっているという状況下でございます。はい、ですね、何の話しようかでした。もっと褒めていいんだよ、沖縄好きさん、すごいよ、最高、ふっ、移住の夢を現実にしたい源さん、頑張ってください。よければ沖縄に住んでください。で、あれなんですけれども、あざすあざすあざす、先ほどですね、ツイキャスのコメントの方にですね、ひふみさんが、URL を貼ってくださってるんですけど、これ私のツイッターのアカウントへの URL となっております。こちらはですね、はい、ツイッターアカウント、こちらです。で、ここに DM して生誕祭祝いの品を注文しようって言ってるんですけれども、これ何のことかって言いますと、下の方に辿っていただくと URL 見つかると思うんですけど、来週私誕生日なんですよ。7月の14日が誕生日なんですよね。木曜日なので、ラジオ中私誕生日祝われることを待っております。来週楽しみでございます。なんですけど、その2日後に7月16日土曜日にですね、私の働いているアニソンバーで私の生誕祭をやってくださるみたいな感じになって、イベントをやってるんですけど、20時から2時までやっていまして、お店自体が6時間営業ですね、なんですけれども、その中で、はい、ちょっとお祝いの品ですね、あとチェキをくださいとか、チェキが600円、ちょっと高いんですけど、シャンパンが7000円からですね、はい、ありまして、一番高くて2万円ですね、ちょっと高いんで、もう無理はしないでいただきたいんですけど、もしちょっとお祝いしたいよとか、本当にチェキだけくださいとかあったら、ちょっと送っていただければって感じですね。私の先ほど言ったツイキャスのアカウントの方のダイレクトメッセージに送っていただければ、そちらで私がちょっと、じゃあこうこうこうで、このメニューがあってみたいな感じでちょっとご説明ができるので、もしですね、遠隔で、遠いところにお住まいで沖縄に来れません、お店に来れませんって方がいて、もしそれで応援したいとかお祝いしたいって方がいましたら、もしあれだったらダイレクトメッセージでよろしくお願いします。ちなみにアニバコではカナコリアって名前で載っておりましてなのでよかったら、はい、よろしくお願いします。嬉しいですね、来ていただけたらすごく嬉しいです、よろしくお願いしますって感じなんですけれど、ユニバさんがアニバコ渡辺かな、@0714_KN ですね。はい、よければツイッターもフォローしていただければ嬉しいです。ゆくんばなちゃん、おめでとうございます、ありがとうございます。フライングおめでとう、ありがとうございます。カナコリアなんですけど、実はカナコリアなんですよ、ひらがなで全部カナコリア、5文字です、カナコリアっていう名前で、はい、お店で働いておりますので、よかったら遊びに来るなり、応援してくださるなり、ツイッターを、アニバコの方のツイッターをフォローしてくださるなり、していただければと思います。沖縄デスクさん、ありがとうございます。というわけで、私の宣伝もですね、ちょっと時間かかる宣伝もあったんですけれども、あ、待って、これ言うの忘れてた、8時から2時の営業なんですけど、私が今設けたイベントがありまして、その中でゲーム大会をちょっとしたいなと思っていまして、まあ22時から10時からと12時から2回構成で2回やるっていうイベントがあるんですけど、ゲーム大会をちょっと設けようかなと思って、そこで MC を私が務めることになりまして、まあ、私が持ってきたゲームで皆さん戦っていただいて、優勝した方、勝った方にですね、カフェパリを贈呈という感じで、カフェパリっていう7000円相当の、はい、王様ゲームじゃないです、カンパチさん、そう、これはちょっといろいろ各種私は今用意しているところなので、何のゲームかちょっとまだ今は言えないんですけど、ゲームマスターカナがですね、はい、ちょっとですね、皆さんは主導権握って一緒にゲームするっていう感じで、それで優勝した方はですね、カフェパリ出しますので、
そこでよかったらみんなでワイワイ飲めたらなと思いますので、はい、そういうイベントもあります。で当日はですね、あのワンピースのキャラクターのコスプレをするために、私は今ダイエットしてるんですけれども、ワンピースのキャラクターのコスプレをみんなやっていて、でワンピースっぽいちょっとその限定フードとかも出したりとかいろいろしようと思っているので、よかったらまた、はい、近々またツイッターの方で告知すると思うんですけれども、バトルドーム超やりてえ、バトルドームでしょ、バトルドームやりてえな。そうですね、7000円相当のシャンパンが当たりますので、よかったら皆様、実際来ていただいて、そこでゲーム一緒にやって、イベントでモリ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 盛り上がりましょう。よかったらよろしくお願いします。というわけで、そろそろですねコーナーの方に行こうかなと思います。コーナー行くぜー。さあみんな揃って楽しく元気にごまをすりましょう。安定してきましたね、ごますりコーナー。このごますりコーナーもだんだん馴染んできましたね、私の中でもみんなの中でも。ありがたいですね。というわけで、こちらです。このお時間は綿抜きがスポンサーさんに媚びを売る時間帯でございます。本日は、はい、夏に馴染みのある暑中見舞いをゲンさんに、スポンサーのゲンさんに、お送りしたいと思います。はい、暑中見舞い申し上げます。7月7日水曜日ちゃう木曜日、どうした、ナイス七夕、ナイス七夕を文字にすると全部カタカナみたいですね。この放送中は私は東京にいる予定です。源さんは今何をしているんでしょうか。まあ公開収録放送なんで、この収録中はツイキャスしてるんですけどね。七夕の思い出といえば、学生時代折り紙で作る天の川がうまく作れなくて切れていたことが印象に残っています。源さんも一緒だといいな。暑い日々が続くと私だけは予想していますが、お体壊さず戦ってくださいね。私も共闘したいです。ナイス七夕。今ちょっと言いたいんですけど、私の今いじっているですね卓にですね、すごいでかい羽アリがいるんですよ。で羽アリが今めちゃくちゃ今ずっといるんですよ。だから今いろんなところを登ってるんですね、でかい羽アリが。だから私今マイクを下げられないんですよ。あーもう、あーマイクのとこにいる、あーいなくなった、よし、はい、じゃあありがとう。あ、待て待て、こちらだ、BGM を上げたいと思います。さあ羽ありの情報に悩まされながらも、はい、残すことね、7月7日の放送もあと4分ぐらいです。さあ琴音さん、まるで生放送みたいな収録でございます。あ、リナさんこんばんは。今日はですね、まあ、確証みたいな感じになってるんですけれども、収録放送で今公開収録放送でやっているっていう状態ですね。7月7日に流れる放送を今収録しているという感じでございます。なのでまるで生放送みたいな収録を今やっております。で7月7日に羽アリがいたのではなく、この収録日に羽アリが2匹いるんですね。大きい羽アリが2匹ここにいます。今飛びました、羽アリが今飛んでおります。ちょっとお水を飲みます。初めて水飲んだんじゃない。むせた。さあ、あとあれなんですけど、今私がちょっとむせたからごめんね、声が。さあナイス七夕。じゃあこの曲を皆様にお届けしたいと思います。七夕といえばこの曲ですよね。はい、というわけで、こちらの曲をエンディングソングとしていきたいと思います。お聴きください。さあただいま、流れている曲は
七夕様、これちょっとやりたかったんだよね。あのエンディングナンバーみたいな感じでやりながらすごい土曜を流すみたいなことしたかったんだけど、タイミングが悪すぎ、咳をするタイミングが悪すぎでない？もうさ、水飲んだ瞬間にさ、水がなんかようわからん軌道に乗ってるせ入ってきてさ、ようわからんことになってるんですよね。というわけで、エンディング曲ですね、ここまでやりたいんですけれども、なんとですね、この曲あと30秒しかありませんあと30秒しかないんですよ。どうしたらもんかね。流すタイミングがさ、完璧にさ、あれなんですよ、私の咳のタイミングで流しちゃったからさ、あれなんですよね。あ、待って、曲終わるね。はい、かわいい曲、はい、かわいい曲です。はい、七夕、ナイス七夕、はい、いい七夕ですね。はい、七夕でした。はい、曲終わりました。はい、じゃあこちらですね、あのもう七夕グリーティング流します。あの私がですね、あのディズニーに行くので、その流れでちょっと流したいと思います。はい、これ、はい、七夕の曲ね。はいはい、ディズニー。はい、あと15秒ですね。はい、あの15秒っていうのは曲の話ですね。はい、ディズニーっぽいですね。お、ディズニー。お、ディズニーだ、すごい曲ディズニー。みんなちょっと今あのツイキャスで聞けないと思うんだけど、私だけ今感じてる。はい、とこういうわけで、ガトリングラジオですね、7月7日の分、あと1分15秒となっております。じゃあ最後に宣伝とかしとく？また宣伝する？7月の16日にですね、来週ですね、来週の日曜日にですね、私の生誕祭がですね、浦添市八房にあるアニバコっていうアニソンバーにね、でやることになっておりますので、よければですね、お祝いしに来てくださると嬉しいです。もうちょっとでも来ていただけたりしたら、もうすごく喜びますので、よければお祝いしに来てくださると嬉しいです。ただ普通に、来週7月14日 の、 ラジオ終わりにも出勤する予定になっているので、そちらでお祝いしに来てくれても全然嬉しいです。はい、というわけで、あとはツイッターね、見ていただければなと思います。今日は収録放送でございましたので、今リアルタイムでは綿抜きは東京で楽しんでいると思います。今日もですね、良い七夕でお過ごしできるように、私はですね、心の底から望んでおります。というわけで、ガトリングラジオ、今日もありがとうございました。来週私誕生日なのでよろしくお願いします。なんでこう話しどろもどろなんで、しどろも